ジャマトグランプリ勝者仮面ライダーバッファ、マジか。道長が優勝者。どうもレオンチャンネルです。仮面ライダーギーツ32は同国 F、 要は同国編の最終回本日でしたが、来週から墓場1位で、墓場ってどういうこと？異性を恋思うことみたいな。あ、へえ。映像的にはジャマトグランプリもギーツが制して終わりかと思いきや、実はニラムとギーツ、要は運営ライダー同士が戦うことを道長が見越してて、最後は2人をバッファの必殺技で穴に引きずり落として泡にして消滅させて勝者と。その技があったかと思って。バッファのさ、必殺技の一つに地面からゾンビの手が多数生えてきて敵の動きを止めるみたいなエフェクトがこれまでもありましたが、今回はその腕を使って下に引きずり込むっていう切り札として持ってこいの技を隠してましたね。てか来週バッファこれどうなってる？金だからフィーバーだけど、マントが追加されてて角も大きいものになってて、ジャマト要素がなくなった。バッファ無双で優勝したことで全ての仮面ライダーをぶっ潰す力を創世の女神から受け取りましたが、なんかもう一段階すげえ見た目のゾンビ来てほしかったけど、これがバッファの最強の姿か。思ったよりそのまんますね。いや、フィーバーだもんね。この力を使って仮面ライダー狩りを始めるのが来週とか、もう最終章だよね。5月でだいたい最終章だから、5678あと4ヶ月なんで。あ、ネオンとか復活。あ、そうそうそう、あの世界を作り変えたことで理想の世界に、また世界がリセットされて、ゲームで犠牲になった人たちは戻ってきましたし、消滅扱いだった人たちが戻るかどうかなのかな。要はネオンは消滅してませんから、またコア ID を触らない限り記憶が消えてる状態。道長バッファ無双の仮面ライダー狩り。ベルバも願いのカード持ってますね。あとは、あー、なんか新しいライダー来てる。全然知らない東部のライダー。あとはお姉ちゃんにベンとジョン変身するじゃん。あ、じゃあこれがそれ。そもそもこの2人は過去にねデザイアグランプリに出場してますからね。そしてジーン、あ、そう、ジーンさ再登場で変身ポーズのキレが増せてむっちゃかっこよかった。あとは、あ、そう、予告でチラミも攻撃されてましたね。キング的な感じのビジュアルに変わりましたが、基本はこれまでのフィーバーだね。上下ゾンビで金の、あ、そう、フィーバー使ってるもんね、そのまんまだ。フィーバーが何？最強の力だったってこと？どういうこと？新バックル来てほしかったな、タイミング的には。ようこそバッファの世界へ。ジャマトグランプリを制し自らの理想の世界に作り変えたのは東道長。ジャマト、ジャマシーになった道長は全ての仮面ライダーを倒し、デザイアグランプリが存在しない世界にしようと動く。鬼神のごとく攻め込むバッファーを前に次々と散っていくライダーたち。やがてバッファーは未来人たちにも牙を剥き始める。いよいよ追い詰められる DGP 運営陣。このままバッファーは全て終わらせることができるのかで、現状消滅したライダーの復活が確認できてませんから、タイクーンギーツを失ったままバトルが始まっちゃってるってことだもんね。でも今週がさ、またいろいろよくできてて、本当に道長の逆転劇だった。古代魚ジャマトの性格とアルキメデルの性格が融合した新アルキメデルはバンバンベロバーに歯向かってて、あれがアルキメデルがいろいろ不満に思ってた本心な部分はあるんでしょうね。あとニラムのゲイザー変身かっこよかったな。やっぱり久々にブーストマーク2ではゲイザーには全く歯が立たず、レーザーブーストでも互角って感じじゃなかったね。全然攻撃与えられてませんでしたから、ゲイザーに歯向かうには技術的にもまだスペックが足りてないと。今週の話見ていくと、天国と地獄ゲームでタイクーンを消滅させた道長と対峙、俺と戦いと挑発する、しかし人々の幸せを奪ってきた創世の女神が母親だと分かりショックを受けるエース。戦う意志がなくなってて、そんな2人の前にダンクル・オステウス・ジャマト、新アルキメデルね。理想の世界を手に入れようと襲いかかった。一方的に追い詰められるエースだったが、突如帰還した寺院に救われる。その寺院から創世の女神に直接会って事実を確かめるべきだと勧められるエース。でジーンはこの離れてる間にデザグラをもう一回調べ直してて、デザグラはもともともうちょいマイナーな競技だったみたいで、優勝者には金貨が渡されると、おめでとうのトロフィーみたいなもんですよね。その金貨が3つ目からエースが受け取ったやつだよね。第1話から持ってるやつなんだけど、3つ目がナビゲーターを降りたあたりから創世の女神が登場して、理想の世界を叶えられるっていうシステムが構築され、それで一気に視聴者が増えてリアリティショーとして第2
人気の、まあ、ある意味番組になったと。確かめようと思ってビジョンドライバーを手に入れようとニラムと交渉するが拒否される。そのニラムはバッファが持つビジョンドライバーを回収でき次第この世界から撤収することを目論んでいた。エースはビジョンドライバーを奪うため道長と対峙。2人はギーツバッファに変身し、そうこの戦い方がさ、またゾンビブレイカーを使ったえぐい戦い方をして、エースが本気のエースはヒーローっぽくない戦い方なんだよね。バッファの強烈な一撃を受けて変身解除したエースだったが一瞬の突きをつきビジョンドライバーダッシュに成功。創世の女神のもと急ぐ。創世の女神は母さんなのか。涙ながらに2000年の思いをぶつけるエースだったが、そこへビジョンドライバーの解消を急ぐ。ニラムが現れ、デザグラの犠牲となった人々の幸せを奪い世界を作り変えてきたのも母さんイコール創世の女神が望んだことなのか。ニラムに迫るエースだったが、ニラムは答えをはぐらかす。で、母さん喋りませんからね、創世の女神。その時創世の女神が泣くような悲鳴を上げた。その声を聞いたエースは確信する。母親はデザグラ運営に利用され創世の女神になってしまったのだと。怒りをあらわにするエースを前にしびれを切らしたニラムはゲーザーに変身。エースもブーストマーク2に変身したけど全くかなわず。で、ブーストマーク2の眠気はまだ克服できてませんでしたね。やっぱレーザーがないと。戦う2人だったがジャマトグランプリの穴に転落しきると消滅しちゃいますからね。そこへ現れたジーンはギーツへ向けてレーザーを投下。レーザーブーストとして復活したギーツは再びゲイザーに襲いかかる。今度はバッファが現れ、仮面ライダーまとめてウセローで強烈な一撃にギーツとゲイザーは揃って穴へ転落、ついに消滅してしまう。ジャマトグランプリが終了しバッファが邪魔神となった。ショックを受けるジーンをよそに道長とベロバは創世の女神の前で全ての仮面ライダーをぶつぶつ力と書かれたデザイアカードを掲げた。次の瞬間世界は作り変えられ、ルークラ・ジャマトも次々と復活する。その一方で仮面をつけた謎の男スエルね、新たなゲームの開始を宣言していた。始めよう世界の運命をかけたゲームを。で、世界が作り変えられバッファ無双になったとはいえ結局デザグラのルールの中戦っていくのかなって感じですよね。スエルが出てきちゃったし、あとはデザイアグランプリじゃなくてデザイアロワイヤルみたいな名称も変わってましたよね。道長ウィンでルーズ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 で行方不明と。デザ神じゃなくてジャマ神、全ての仮面ライダーはぶつぶつ力を手に入れたのだった。そしてデザイア神殿では新たな動きが。で、この辺のニラムの演技がね今日は良かったですね。ニラムと道長の演技がマジ最高でしたね。そして変身のクオリティがどんどん上がっていくジーンだったりとか、ダンクル・オステウスはアルキメデルの真似をしてるんだけど、まあ、これまでの設定だと、まあ、それでもほぼほぼ本人みたいな。で、このキンカーが以前のデザグラの初期のデザグラの戦利品、名誉のためだけの戦いだった。でもなんでこのキンカーをエースが持ってるのかっていうと、どうだろう、古代人と未来人の間の子供がエースだからお父さんの形見とかなのかな。過去のデザグラ優勝者の金貨なんじゃないかなと。そして今週もエスカルゴ食べてましたね。で、1話から続いてきたライバル関係もここで終結するのかっていうぐらい、最終回かっていうぐらい、この基本フォームで戦い合うバトルがめっちゃかっこよかった。あとはエース、今週いろんな表情見られましたね。お母さんの前でちょっと子供っぽく泣いたりとか、ニラムに激高したりとか、冒頭でね余裕がない意気消沈な感じとか、そしてとにかくゲイザーがかっこいいんすよね。そしてスエル登場でちょっと和テイストなんだよな。顔の仮面あれだな、ゲームマスターとまた全然違うな。で、これが松岡さんボイスなんで、ビジョンドライバーとかレーザーレーズライザーの声ね。そしてパンクジャックウィン復活来るか。第一、そういえば要は作り変えられたってことですよね。なんだけどちゃんと登場人物にいる。これがなんだ、新しいさっきの後ろ姿のライダーか。あとはつむりのキャラソンも配信が始まるよと。そんなところかな。キャンディーブログはどう？ギーツじゃないけどもうやっぱ騒動終わっちゃったんだな、まあ、プレ版で展開していく形なんだな。バッファーの新フォーム開発中みたいな画像が来ても良さそうだもんね。クロニクルフォーゼのいろんな画像が一気に追加されております。全モジュールすげー。あの、僕はね、あの当時の全モジュールパックを持ってますので、まあこれはいいかな。でもプロポーションがいいね、やっぱすごいな。あ、ちゃんと磁石になるんだこれ。これがエレキファイヤー5から20モジュールで8580円。すごいね、もう一気に40個ほとんど揃っちゃうと。
で、マグネットロケットの21から39、それ以外の1234と40に関してはこっちで買えるよってことでございます。まあ何もなくとも同国編が終わり、新シーズンが始まりましたので、新たな敵とかじゃなくて、これまでの登場人物が無双するタイム、ある意味道長編が始まりますが、どうなっていくんでしょうか。ではリンク貼っておきます。以上、レオンチャンネルでした。